はい、また書の時間です。今回は日本にある最強のパワースポットチャンバリに行ってきましたので、解説考察していきたいと思います。最近いいことないなって方いらっしゃいますか？この動画を最後まで見るだけであなたには怖いぐらいいいことが起こります。全然変な宗教の話じゃないです。いいことが起こってほしい方はぜひグッドボタンを押していってください。起こってほしくないよっていう方はバッドボタンでも構いませんので、何か押していってください。では世界最強のパワースポットチャンバリンとは何なのか。それは日本で唯一のチベット仏教の寺院のことです。世界唯一で世界最強なのですが、なぜなのかを説明していきます。世界遺産でもあるチベット最後の寺院、助漢寺が認める正式な寺院として建立が許され、その助漢寺を模して2005年に名古屋に建立されたのがチャンバリンです。チベットの建築様式をそのまま用いたこの寺院は、チベット以外では世界的に珍しい場所のため、日本の芸能人がお忍びで参拝に来るのはもちろん、世界的な有名歌手やスポーツ選手、政治家などからの信頼も厚く、世界各国からも参拝に訪れる場所のようです。ちなみにチャンバリンのチャンバは弥勒菩薩、リンはお寺を意味します。そして隣には倶利伽羅不動寺という日本の仏教のお寺があります。そのお寺は仏教と修験道、神道が合わさった神仏集合のお寺となっております。つまりチベット仏教、日本の仏教、修験道、神道が合わさった世界唯一にして世界最強のパワースポットなのです。しかしこれだけでは全然説明が足りないので話を進めます。そもそもチベットの何がすごいのっていう話になるのですが、チベットの仏教僧は至るところでスピリチュアル能力を持っていたりとか悟りを開いていると言われているのですが、例えばやりすぎ都市伝説でも僧侶は宇宙の知識を得るために訓練しており、レベルは4段階あって、その一番上のレベルで釈迦と同レベルのヒマラヤの聖人たちは瞑想によって宇宙のすべてを見渡せ、昔から宇宙人と交信していると言っておりました。そのヒマラヤの聖人たちというのはチベット仏教の僧侶たちのことです。そもそも仏教僧は宇宙人について勉強しているようで、その宇宙人と交信するためには食事で体のエネルギー、呼吸で生命エネルギーを得るのですが、チャクラで精神エネルギーをコントロールできるようになると宇宙と交信できるようになるようです。7つのチャクラを順番に開けていき、全てを開けることができると宇宙との交信が始まるのですが、その修行方法がヨガや瞑想であり、体の動きと呼吸、マントラといわれるお経、そして瞑想の全てが高いレベルで整った時に7つ目のチャクラが開眼するようです。そして科学的にも証明されたのですが、その高次元のチベット仏教僧はウィスコンシン大学の脳波実験で一般人が問題を解いた時などに一瞬流れるガンマ波が一日中流れており、しかも瞑想するとそれが800倍にもなるという結果も出ており、科学的にも悟り状態であるということが証明されております。このようにチベットの仏教僧はスピリチュアルレベルの高い悟りを開いた方々なのです。そしてチベットがすごいということが分かったところで、なぜ日本にチャンバリンを作ることができたのか、それを語るには大住職の方もすごい方なので紹介すると、女性の方なのですが、実はもともと主婦をやっていました。子供を流産したことをきっかけに信仰の道に進みます。そして比叡山や高野山など様々な場所で修行を重ねました。そこでは修験道の行者としていくつもの山岳修行をはじめ、石室内で8日間わずかな水だけを持ち込んで行う極限の断食修行である8日間石室断食行に挑戦し、女性として初めて成功しました。数多くの修行僧がこれに挑戦しておりますが、成功者はわずかにしかいない修行です。そして最後の修行の場として訪れたチベット、そこでチベット仏教の僧侶との運命的な出会いによりチャンバリンを建立できるようになったそうです。次に隣の倶利伽羅不動寺は、名前の通り不動明王と不動明王が持つ倶利伽羅県の名前から来ているのですが、実は三種の神器である草薙の剣が祀ってある熱田神宮に倶利伽羅県も所蔵されております。倶利伽羅県は倶利伽羅竜王が燃え盛る炎となって巻きまとっている県となっており、倶利伽羅不動寺も竜神が見守る場所となっております。そしてそれだけではなく、この倶利伽羅不動寺は不動信仰をはじめ稲荷、八幡、竜神と国内でも稀な四大信仰の霊場となっており、
寺の中にある不動心の滝は名古屋唯一の修験道場であり、滝行が誰でもできます。そして他にも日本一の巨大なサザレ石があったり、住職が伊勢神宮を参拝した時に言霊に気を配れと天照大神から言われたために建てた言霊の石などがあります。もう少しこちらに祀られている神様をざっとご紹介すると、不動明王、栗から竜王、サザレ石が本体である大徳竜神、琵琶湖の竜神様といわれる淡海竜神、神仏集合している八幡大菩薩、こちらは八幡神社の八幡の神と一緒で王神天皇のようです。そして大黒天、京都伏見山の二の峰に祀られる青木の狼が祀られている稲荷、通常の床の御霊の神じゃないところが不思議です。金龍美大天龍王、こちらはカナダの五大湖で修行中に神事を受けたようです。白龍大権現、八大龍王、水子地蔵、瑠璃観音菩薩、神宮皇后、釈迦如来、修験道の開祖である円のお頭のことである神弁大菩薩、このように多くの神がいらっしゃいますので最強のパワースポットなのです。龍神様がかなり多いですね。ここまではチャンバリン、栗から不動寺単体としてのお話をしてきましたが、栗から県が熱田神宮にあると言ったように、名古屋は名古屋でいろいろと連動しているように感じます。そこで名古屋の最強レイラインを発見してしまいました。それを語るには名古屋城からの話になるのですが、名古屋城は風水を考えて作られており、パワーが溜まりやすい場所となっているパワースポットなのです。その鬼門の方角にある東国山にある尾張部神社は熱田神宮の奥の院と呼ばれるほどのところで、尾張徳川家からの信仰も厚い場所でした。ちなみに古墳もかなり多く、心霊スポットとしても有名な場所です。そのちょうど直線上にこのチャンバリン、栗から不動寺があるんですね。私はこのレイラインに気づいてしまいました。では最後に、なぜチャンバリン、栗から不動寺が世界最強のパワースポットなのかをまとめると、一つ目がチベットでの修行を含め達成困難な修行を収めた女性住職、二つ目、宇宙とつながれる僧侶がいるチベット、そのチベット以外で世界で唯一チベットの建築様式で作ったチベット仏教寺院、三つ目、チベット仏教と日本の仏教、修験道、神道が合わさった霊場であること、4つ目、それらの多種多様な神様を祀っていること、5つ目、名古屋の最強霊ライン上にあること、こういったところから世界唯一で世界最強のパワースポットだと言えるのではないでしょうか。山梨の富士浅山大神宮も面白いんですが、愛知県で一番面白い寺社はここかもしれません。ホームページを見てみると、出家不要、プロ祈祷師養成の一期生募集と書かれております。興味のある方は受けてみてはいかがでしょうか。では最後に、ぜひ行ってみたい方はコメントとグッドボタンをお願いします。別にっていう方はバッドボタンをどうぞ。あと、この動画を見て本当にいいことが起きたらコメントくださいね。今回で年末年始のロケ動画関連は終わりとなりますので、次回からもっと面白い動画を配信していきます。ぜひチャンネル登録をしていって、私の仲間である魔族に入っていってください。ちなみに今回お話に出した関連動画で、熱田神宮のロケ動画や昨年行った東国山のロケ動画、さっき紹介した山梨の富士安山大神宮の動画は概要欄に貼っておきますので、合わせてご覧ください。それではご視聴ありがとうございました。